リスクと向き合うところはやっぱ当然ありますね。で、周りがどんどん死んでいくわけですよ。パタゴニアで事故を起こしまして、懸垂加工の失敗で50メートル、ひどいことに入山した記憶さえなかった。たまたま生かされたと。